Yeah. あの今日一人部屋なんですけどホテルで昨日なんか久しぶりに怖くなって <laughs> いや毎回怖いんですけど <laughs> 毎回怖いんだけど <laughs> あのなんか 怖くていつもより。であのリオはその前にね前 STU 入って、はい、入った頃に頃ぐらいはその一人部屋だった時はこうお風呂入る時とかもマーナとマーナママね まあナと電話をつなぎながら入るんですよ。<laughs> 電話をつないだまま入って、したらちょっと怖さが半減するんですけど。でもなんか、あの、いつの間にかそれしなくなって、で、昨日久しぶりにして、<laughs> そう。 ありがとう。リオが夢に出てきた、すごい。すごい夢だった。どんな夢。ちょっと怖いんだけど。<laughs> すごい夢って何ですか。一人部屋珍しい。珍しくないよ。珍しくないですよ。よくあるよ。一人部屋。 逆に二人部屋の方が珍しくと思う一人の方が普通 <laughs> よくある聞いたありがとういつも誰と部屋が一緒なのえその時によるよだってそのお仕事がその誰 今までとしかななったことないけどまだ先輩とかは一緒になったことないけど大体いいその一緒のお仕事の人の中からみたいなテレビ電話うん普通のね LINE 電話普通の LINE 電話 になりたい先輩えー、でや先輩とさ同じ部屋になったらさ絶対気使って寝れない <laughs> で気使うタイプだからさしかもさなんかさ会話とかもさなくてさシーンとかなったらめっちゃなんか気まずくない <laughs> 気まずくないですか テレビはつけるじゃないですかテレビの音だけが部屋中に響き渡ってなんかシーンみたいになったらちょっと気まずいあずみんあずみんはね今はね違うホテルにいるんですよ 人によって動きが違うから <coughs> あずみんは今違うとこにいる <laughs> お風呂はいつも一人じゃないの一人だよ。 威嚇一人ですリスタリアとう家では一人で寝る 一人に決まってるじゃないか顔がすっきりしてるそうある今日グヌると思ったんだけど <laughs> 受験さんありがとうございます高校生になりました 十五歳のリアちゃんこと赤丸龍ですよフォローしてくださいイシタありがとうあ、めっちゃおな鳴るんだけどフフフッ3期ちゃんならいけると思ううんちょっと先輩は本当に気ぃ使,使っちゃうからちょっとうん でなってみたい三期は普通にいける一人で怖いのと先輩と気まずいのならどっち一人で怖いの。 だってさその部屋部屋入った瞬間から部屋出るまでの間ずーっとずーっと毎分毎秒気を使って <laughs> 気を使ってなんかもうリラックスなんかもうできやしない <laughs> 絶対に。 そうだよおこつんだよおこつんお風呂にアヒルさんとか持って入る入りませんよそんなおこちゃまじゃないですよあスすっきりするほんと朝ごはん食べたよ も3期ちゃんともなったことない2.5だけ3期の中でも特に気を使わないのはイチゴイチゴかなイチ <laughs> ごはもう <laughs> 普通に。 でいちゃんさんとはなってみたいノーピノあピなったことないかもリオタイミング的にでもあのノあピなったことないんだけどリオそれぞれ一人部屋だった時にノあピがリオの部屋にコンコンって来て。 あの遊びに来たことあるでなんか <laughs> その時にその時あのお仕事の終わった後ででリオ眠くてあの部屋入った瞬間すぐ寝てたんですよ。なんか寝ててで何か何回か直ピがリオの部屋にコンコンしに来てくれてたんですけど。 定期的にでも気づかなくて <laughs> で起きてでしたらまたコンコン来ててコンコン来て誰だろうと思って見たらのんぴでのんぴが「何回もコンコンしたよ」みたいな <laughs>「寝てた」みたいな言って。 てかさ今日雨なんかね雨みたいな全国的にリスタありがとうリコシさんリコシさんなんかずっとしゃべるずっとおしゃべりしそう一緒に。 スペンさん、ありがとうございます。高校生になりました。十五歳のりゅうつんことは頑張るりゅです。ほらしてください。え、もう五時二分。早や。五十七分になったら、団長読みます。 劇的にコンコンなるのちょっとこうやって <laughs> それな起きてたらね <laughs> おもろい <laughs> おもろいなリストありがとう そう今日もねちょっとお仕事があるのであるお仕事があるので夜は配信できないですかわいい今めざましテレビつけてるんですけどワンコが出てるワンコ ワンワンが出て。メイナに会いたい <laughs>。このあのあのね聞いて聞いてくださいあの一昨日うん一昨日うん昨日あれ一昨日か一昨日その。 なんていうの泊まって広島帰ってまた今泊まってるんですけどあるとこででその泊まって広島に帰った時にメイナがリ,リオの膝にピョンってしてですぐさま抱っこしてリオが <laughs> でその後もリオのとこにめっちゃ ずっとあの寄り添ってきてリオがあがリビングにヨギボーがあるんですけどヨギボーに座ってたら隣に来て寄り添ってきてかわいいあみんな言ってるの場所大阪です え大阪なのにさたこ焼き食べれてないんだけど食べたいんだけど、えー、<laughs> たこ焼き食べたいよたこ焼き試験さんありがとうございます高校生になりました15歳のりょつんことかまるりゅうですしフォローしてください <coughs> えっ当にたこ焼き食べたいやばいえー き食べたいよだってさ大阪来ることあんまないんですけどめったにないのに大阪らしいもの一個も食べてない大阪来て。 食べたい、まあ、たこ焼きといえばククルですよねククルククルしか勝たん確かに串カツ食べたい 串カツは前に家族で大阪旅行行った時にしかその時にしか食べたことなくて大阪であ五57分誕生日見ます早い13位 KHK さんありがとうございます12位沢崎さんありがとうございます11位ゆうき,あきたさんありがとうございますえー 10位、淳さん、ありがとうございます。九位、松坂さん、ありがとうございます。八位、沢渡隆二さん、ありがとうございます。七位、楽楽さん、ありがとうございます。六位、淳隆さん、ありがとうございます。五位、吉国健さん、ありがとうございます。四位、メタボさん、ありがとうございます。三位、ウィンリーボーイさん、ありがとうございます。 に、よじけちさん、ありがとうございます。そして一位は、ドゥルドゥルドゥルルルルルバン。昔から、おじいさん。ありがとうございます。イェーイ。イありがとう。ありがとうございます。あ。昨日ね、インスタの捨てるので。 写真もたくさん載せてるのでいいねコメントしてくださいストーリーも載せてるので見てくださーいお願いしますそれでは今日も一日楽しんでいきましょうお仕事があるので夜配信はなしです頑張りますまたねー見たありがとう 明日は朝わかんない朝かなわかんない明日もまだお仕事のスケジュールわかんないけどそれではバイツーンバイバーイ水曜日頑張ろうねバイツーン